近いかな。こんばんは。眠そうですね。めちゃめちゃ眠い。眠いよ。うわあ、なんだこれ、すごい。すごい虹が。虹がすごい来た。すごいね。ありがとう、虹。虹がかかりすぎているよ。ちょっと今日近いですね。でもスペースがないんだ。今日はですね、撮影をしていたり、あと久しぶりにスモワルに行ってきました。楽しかった。めっちゃゆるゆる。あ、そうだ、ここに。ちょっと充電があんまりない状態で始めちゃったから、途中で切れちゃったらごめんなさい。そう。今日なんか配信、スモワルで配信やってる時に、今回はいつもの小さな国チャンネル配信じゃなくて、ミクチャのイベントで出演権を獲得したライバーさんと一緒に配信やるよっていう今日は回だったんだけど、なんかお月見、この間、先月やったお月見からなんかちょっとなんかいろんな企画が、そう、なんかこの間と同じような企画をやったんだけど、なんかワードウルフとかさまざまないろんな企画をやるんだけれども、なんか罰ゲーム、一番ポイントが低い人がさ、センブリ茶を飲むというなんか罰ゲームがあったんだけど、最下位じゃなかったのに、なんかセンブリ茶飲まされた。美味しくなかった、めっちゃ苦かった。なんでやなんで、小田エリナのせいだ。すごく、みんなはさ、センブリ茶飲んだことある？まあでもそんな自分からね、センブリ茶飲みたいなと思って買う人はあんまりいらっしゃらないと思うんですけれども、そうだよ、お代理がさ、わあまずいよってさ、リアクションしてくれたら飲まなくてよ、大丈夫だったのに、それで一盛り上がりして終わるっていう流れだったのに、何もあんまり感じなかったらしい。多分ね、おだいりはね、ストローで飲んだからなんだよ。ストローで飲むとさ、その苦味をさ、このなんていうの、口の中で、舌の上でさ、こうあまり堪能せずにこう飲むからさ、多分それでね、苦味を感じられなかったんだろうね、きっと。そしたら私の時全然ストローとか何もないし、普通になんかなんかカップとか何もつけずに届いたし、苦味ダイレクトに感じられちゃう飲み方よ。なんでやー、なんか今日センブリ茶要因でした。私さ、もう私はもう知ってるから、もうセンブリ茶の味を。ただ苦いってことだけ知ってるのに、もうそ
そんなみんなが面白いと思うようなリアクション取れないよ、やめてほしい。それ次回はぜひ違う飲み物がいいですね。罰ゲームで顔面パイって顔面に生クリームをバーンってやられるやつ。なんか人にバーンってやられたことはないけど機械にやられたことはありますね。え、めっちゃ甘いかめっちゃ辛いか。私もう辛いもの NG なのでダメです。辛いもの絶対食べられない。水なんで苦さって取れる。あ、でも割とそういうのは意外と水を飲めば、なんかわさびとかああいうものは全然余計になんかあのツーンっていう感じが広がるけどね、センブリちゃんとかああいう苦いやつはお水飲むとね大丈夫になる。クエさんめっちゃ酸っぱいってこと？酸っぱいのも大変そう。唐辛子系ダメ。あんまりね普段そういうものを自分で頼まないからね、無理だと思うな。スモールでポテト食べた食べた食べました。私たち最近スモール行くと必ずポテト頼みますね。美味しかった。今日もたくさん来てくれてましたね。久しぶりにねこうちゃんとみんなおいでって言えたスモールの観覧だったからね、たくさん見に来てくれてて嬉しかったな。右端の子、あ、リリちゃんね、可愛かった。明日ライブがあるんだって、定期的にやってるんだって、可愛かった。夕食はスモール、え、食べたよ。他にも食べた、あるものを食べました、スモールで。でもまだみんなには秘密のものなので、なんでしょう。私は追いかけるたびに関東移住計画そうなの？引っ越ししようとしてるの？待ってるよ。やめてよそれ言うの。そうなんですよ、魅力ランキングが最下位なんですよ。またなんで、また最下位になっちゃった。またー
でも栃木が上がるのは分かるよ。だってそれでさ、それでね、いや最下位だったんだって言って、きっとみんながこう同情して、今年はじゃあ栃木って言っとくかみたいな流れでさ、そう最下位だったところがちょっと上がるのは、そういうのもきっとあるから。だから入れられ忘れちゃったんだよ、その茨城は。ちょっとね、前回は42位っていう順位だった。42だよね。別にこのランキングはですね、魅力的だなと思う県に入れて、その結果が、そういう結果のランキングだから、別にわざわざ魅力がない県を投票されたわけではないから、ただただシンプルに投票されてないってだけなので、そう、そんなにね そんなに、そう、ネガティブになることでもないんですよ。今ちょうどニュースでやってるってやってるの。そう、シンプルに存在感が負け惜しみって言われました。でもいいの、そんな、あんまりね、魅力を知られてしまうとね。ちょ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 ってなって1位になっちゃうから、そう、うっかりみんながそんな茨城のいいとこ知っちゃうと。だから私たちはそう控えめに、そう、あんまり知られちゃうとね、すぐ簡単に上の方に行っちゃうから、それはね、ちょっと北海道さんにとかに、ね、申し訳ないから そうなのよ。まだ大使やってるの？そう、やってるよ。逆にさ、大使こう任命してもらってさ、剥奪されることとかあるのかな なんか終わっちゃうとかあるのかな。任命してもらえたらさ、ずっとそのままでいられるのか、どうなんだろうね。うっかり1位ですか？いや、それはない。わ、否定された。すごいですね。47都道府県あるうちで一番下よ。一番下。どん底。今がどん底だって。いいんです。じゃあもうね、これをね。これから上がるんや。めっちゃ気にしてるし だって何もないもんあるし、あるもん。ちなみにですけど、来週あたり日立海浜公園のコキアが見頃を迎えますよ。コキア、ネモフィラはね、春かな。やっぱね、あの時期に行くと、車で行くとね、本当にあの辺すごい混むから、やっぱ電車で行くのが私はおすすめかな。
何色か？赤？赤よりちょっと濃いぐらいかな。うん、今日の服おしゃれ、嬉しい、ありがとう。黒のベストを着ております。駅から歩きませんか？あ、全然私は歩ける距離だけど、でも結構かかると思うよ。徒歩では何分かわからないけど、勝田駅ってところからその海浜公園まで行ってくれるバスが出てるから、それ乗っちゃった方がいいと。で、歩いたらやばい？やばいかな？まあ、いけないことはない時間が余裕にあるときは歩けると思う、私は。行くなら泊まりかな。どうだろうね。何分？わかんない、それは測ってないからわかんないな。コメントによると歩いたら1時間以上かかるでしょっていう情報もある。でも割と歩いて1時間って結構すぐだよ。だし園内入ったらサイクリングもできるから、まいって疲れ、歩くの疲れたなと思ったら自転車乗っちゃえばもうね、楽ちん。誕生日のイベント申し込んで、嬉しい。まだ締め切り来てない、15日まで。でもまだ締め切ってないけど、今日ねマネージャーさんに会って、そう聞いたら、そうどれぐらいこう、なんて言うんだろう、応募があったっていうか、どれぐらいの人がこう、そう、なんて言えばいいんだ、こういうのって応募でいいのか、応募してくれたんですかって聞いたら、嬉しい数でした嬉しかった。受付開始時間受付開始ですぐ申し込んでく、嬉しい、優しい。だからたくさんあったから、なるべく当初予定してたよりはなるべくちょっとだけでも席増やすように頑張るって言ってた一郎さんが。あと次はもっと、でもなんか写真を見せてもらったんだけど、お話し会でも結構何人の人にもちょっと今同じ会話をちょっとすることになっちゃうんだけど、すごいね素敵な会場をね、なんか撮ってくださって可愛かった。あ、場所はまだ、そう、私もまだ聞いてない、どんなところっていう写真だけ見せてもらったんだけど、
ちょっともし入ま今そういう人はちょっと出ちゃうかもしれないけど、入れない人いたらもっと次はたくさんの人が入れるようにするから、みんなにだからごめんねって言っといてって今日言われた。一郎さんも優しい。外れたら寝込むかも。ああ、私が起こしてあげるね。じゃあ次って何？いやでもそれはあのバースデーイベントに限らず、ファンミーティングの何かで。優しい。次はクリスマスパーティー。でもクリスマスパーティーなんか怪しいじゃんあれ。お話し会がさ、なんかあった日程出てたじゃない、 AKB のやつで。私も本当に分かんないけど、でもなんかお代理もマリアも同じ日に3部か4部だけあって、その後はないみたいな感じになってるから、これもしかしてあれじゃないって話してて、そう怪しいねって言ってたから、あるんじゃないって全然予想してる。絶対そうじゃないねえ。そうだから、きっとその日はきっとそういうものがあると私は見ている。怪しさ満点ね。怪しいよね、あるなこれ。あるといいね。あ、またみんなに先におやすみなさいって言われた。終わってまう。本当だね。終わりの時間だね。ああ、先に言われてしまいました。いいよ、じゃあ寝るよ。じゃあまだお休みって私知ってないのに。はーい、寝まーす。